じゃあまずは、はい、トゥインのドライブのモノマネしていい？畑あーちょ前のめりで足も長いし腕も長いのにさ いやなんかね離れてると怖いんですよね。次当ててはい。あーその持ち方は田中さんです。正解です。これね田中さんこれです。癖すごいよな。テスもないか。あめっ。ああなんてね、もう経験が悪いんだけど徹夜やるわ、はい、うわ楽しみ。めちゃくちゃなんかね、うん、遠くを見てます。おお、そろそろですね。あーあ入りね入りブースト。陽平くんはね、なんか癖ありそうだけどな。陽平くんは車線変更級ちゃんと確認するから、うん、おお、ハンドルのね切りから速いよ。ここからあれ、またぞどうやって持ってたんだっけ。いやでも絶対癖なんかあったっすよね。なんか癖あったよな、なんだっけ、うん、またぞ事故ってからあんま運転しなくなったからな。ひよってるひよってるなんか、うん、ビッグボスが来てるらしいよ。ビッグボス日ハムの監督新庄さん。新庄さ さん、はい、マジマジマジかよ。うわ本当だ。襟立ってる。本当だ。ビッグボスさん本当だ。ビッグボス。あ、すごい。新庄さん。ビッグボスだ。あ、行っちゃった。行っちゃった。一瞬だったね。一瞬だった。まあもう一回見たいな。もう一回見たい。ビッグボス。わあ。ビッグボス来てる。また。ビッグボス。ビッグボス。頑張ってください。応援します。待ってください。すげえ。あ、行っちゃう。あ、行っちゃう。ビッグボス。ビッグボス。ビッグボス。もう一回見たいよ。来てくれるかな。来て来てビッグボス。お願いだよビッグボス。ビッグボス。ビッグボス来ない。あ、来た。あれ、あ、エリッタってけどあれはショートアフロだ。ショートアフロ。ショートアフロ。何これ何やこれ本当に待ってた今のね。ビッグボスも分かんないしな。これがやりたかったんです。準備はいいかい。よし、一斉のせい2。一斉のせい1。一斉のせい2。一斉のせい1。一斉のせい2。一斉のせい1。一斉のせい2。やばいって。一斉のせい0。よしこれでかい。一斉のせい1。一斉のせい2。あぶねー。よしよしよし。一斉のせい2。よし、うわでかい。一斉のせい1。一斉のせい1。アダゾウさんがチャリ引きされます。うわ、怖っ。待って、こう来るんでしょ。うん、はい。うわ、俺は怖い、これ嘘。撤回アダゾウよ、武装だな。行きます。3、え、まず怖っ。2、1。ゆっくりね。はい。ぐいぐいぐい。どう、意外にいける。今日はなんと、トマト君最後のYouTuber としてのコラボが急遽決まりまして、まもなくお見えになると。はい、うわー、はい、マジですごいよ。最後にふさわしいですよ。もうはじめさんともめちゃめちゃ仲良しで、うん、ウームを代表するクリエイターさんで、メガネをかけてます。おー、もうあの人初めて会うよね。え、初めて会う。おーでは、やばい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 。はい、あ、どうぞー。うわー、さあ、来られますよ。おっ、うわー、おっ、うわー、うわー、音が出てない。ブンブンハロー YouTube、 どうも、ヒカキンです。どうも、ドミキンです。よろしくお願いします。お願いします。よっちさん、おいおめハードル上げてんじゃねえや。ブームのクリエイターでメガネかけてヒカキンさんしかいねえだろうが。ということで、よっちさんとドミちゃんさん、はい、はい、よろしくお願いします。初コラボ。あ、でももう全員俺知ってるよ。でも、ね、名前言える？俺だって絶対わかんないでしょ。言える言える言える。マタゾトゥイトマト。あはははは、ちょっとなぁ、はじめちゃった。え、でも僕、うん、え、会ったことある？いや、
どうだろう、どっかでお見かけどっかでお見かけしたことあるんですか。意外とコラボしてなかったんだな。そうですね、意外と。そうなんですよ、我々あんまそのコラボしないですからね。ほんまに。どうですか、ドミちゃんは。あ、私あの、又蔵さん以外初めてお会いして。え、又蔵さん、どういう関係なの。え、まさか。おいおいおい、二人で仲良く触れ、触れ合う。マジで。ちょっと上出ましょう。いや、なんて、なんか、え、触れ合って あのお話しした中です。隠せないタイプの人。あ、隠せないタイプの人だ。今日の朝ぐらいに緊張するねって。あ、おお、すいません、これ僕にですか。あ、はい、そうです。あ、プレゼントまで持ってきてる。開けてもいいよ。うわ、待って、うわ、開けてください。うわ、すごい普通の。でも開けてみなきゃ分かんないから。なんなんだ。開けます。はい、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。早速探してください。はい、はい、15、15で15、15。チームに当たって、はい、そこで15、15。あ、そうなんだ。まあ男だからいけるっしょ、15ぐらい。まあ、まあ、まあ、結構食うでしょ。まあ、ちょっとしか食わないですよね。いや、嘘じゃないタイプ。絶対嘘、絶対食わないですよ。やつ、少々マジで食わないタイプです。ダメだよ、あんま食えなくて、こう、バーって太ってマジで。待って、ヨヘク、これからだってご飯食うっすか。え、しかもこれ、実は3つ目な感じ。いや、じゃあ、マジで食べたいでしょ、頼んで。食べ、食べたいです。え、食える、ちゃんと。いや、余裕っす。ご飯っすよね。大丈夫っす。まあ、ウォーミングアップっすよね、ほら。部活の前にも、試合の前にもしたでしょ、ウォーミングアップ。残したら怒るよ、本当に。うん、ダメだよ。俺ら残したことないんで。ほんまにっていうか。やっぱ残したことない。残したことないです、マジで。ありとあらゆる手を尽くしてね。ありとあらゆる手を尽くして。はい。絶対にゼロにしてます。闇だな、ちょっと。怖い。一回腹には入れますよ、じゃあ。さては、畑の動画見てないんですね。見てるよ。見てるよ。暴いてしまいました。昨日の動画も知ってるよ。なんでしょう。お。え、あ、昨日。昨日。え、行きますか。な、私が。な、な、な、な。イチャイチャしないで。一体どうしたの、タイジ。どうしたの。え、カップルチャンネル。どっち行くの。やば。初日。初日。喋るからもうカップル。いや、私でも次の日ライブビューイングだったら行こうかな。ああ、あ、じゃあ俺も一緒に見たいな。あ、じゃあ一緒に、じゃあ静岡来るから一緒に見よう。そうしよう。ガガガガ。どういうこと。どういうこと。え、あの、聞いてない。昨日の動画のあのドームに行く動画出してたんです。行くので。東京ドーム。休ませてください。ドミちゃんさんのその日向坂が好きで。そうなんですよ。きっかけはそれです。あ、きっかけはね。そう、坂好き。坂好きって思います。坂好きって思います。それで坂好きでどうやって喋ることになったの。あんま言えない。あんま言えない。どういうジェスチャー。どういうジェスチャー。え、どこが好きなの。え、日向坂のですよね。よっ、どうも。あ、見てたから。どっちさんなんですか。あ、でもどっちさん。どっちさんなんですか、それは。どっちさんってなんだよ。どっちさんってなんだよ。この画角だから、その椅子だから、ちょっとカップルチャンネルみたいですが、ちょっと初めて見てる。まだやるんですか。だいぶやったけど。せーの。ひー。終わりです。下り坂でした。下り坂でした。おー。じゃあ次、奥さんもやってもらっていいですか。何を。カップルチャンネル。よっちさんと。タナッチさん。なんでだよ。どうも、ひとえチャンネルでございます。はい。僕たち実は二重です。え、嘘。俺二重。別れよ。大君もね、帰ってきたしね。あ、大丈夫、帰ってきた。大君と初めて会った時は普通に友達だったね。そうですね、かなり昔ですね。で、あ、友達ですか、どうもとか言って、で、次来た時に編集してて、あれ編集者になりましたって言って、すごいですねって。で、次来た、演者になってて、こうやって演者になってて、演者になってた、おめでとうございますって言ったら、次来た、やめましたって結婚しましたって。で、次来たら、もう支配人だっけ。管理人。管理人になりました。え、千代の生まれの人いないの、ここに。あ、僕は言いますよ。え、
待って、え、富山？富山の富山ですね。富山市の富山市な。富山市の。富山県の富山市。富山県の富山市。ここどこ？富山で一度わかります。第一？サッカーや。そうです。サッカーやったん？あ、そうです。一応ずっと。マジ？初めて知ったんだけど。ちょっと待って。急にテンション上がる。意外に。じゃあマジか。いきなり地元の話発表するやつ。じゃあファボーレだ。じゃあファボーレっすよ。ファボーレだ。ファボーレだ。びっくりした。他に地方の人いない。ほぼ地方じゃないっけ。僕広島でもね。広島と。ゆうつさん、僕地方なんですけど、どこだと思います？いやでも名前がないんだよね。全然。ちょっと喋ってみて、一回。こんにちは。オーディション？じゃあ面接するから。あ、はい。はい、じゃあ座って。はい、失礼します。はい、じゃあ誰かここに。はい、失礼します。やば。落ちるよ、そんな。はじめ社長に似てるって言うからね。あ、よく言われます。あ、そうだな、初めて聞いた。結構、中学ぐらいとか言われてます。え？高校生の時とか。24歳です。24？ はい。23です。1個下ですよね。あ、そういうのやってます。あ、そういうのやってます。すぐたぶらかすな、ドミちゃん。わかんねえ、わかった。あ、私わかりました。マジで？はい。言ってみて。岡山。違います。関東なんだ。関西じゃない。絶対関西じゃない。うん。だから、地方でしょ？はい、地方です。福島。うわ！え？横浜です。全然ちゃうやん。横浜かやん。横浜やな。神奈川やん。うわぁ、俺神奈川のやつ嫌い。横浜だ。じゃあベイスターズ好きなんだね。あ、好きっす。あ、本当に好きなの？浜の番長。ちょっと待って。はい。あ、出るぞ、違う。いや、俺、トマト知らない。私も知らないです。失礼します。あ、でもさっきお酒屋さんって言ってたんで。いや、それ嘘なの。え、嘘。嘘です。やばっ。サイコパスじゃん。出身の県を手で表現して。あ、確かに、いいね。手で表現する。あー、こうです。どういうこと？うまいわ。え、結構うまいよね。マジで？こう、こう。あー、あ。うまい、返せる。ちょっとごめん、その県を持つとしたらどうやって持つ？あ、持つとしたら、こうです。横長。片手でいけますよ。分かった。どこですか？石川。残念。違うか。石川だとこうですね。確かにね。埼玉。残念。あ、違う。わかる。僕知ってるんで。あ、そっか。新潟。残念。あ、そうなの。長い？短い？どっちかっていうと短いですかね。私もわかんないです、都道府県。あ、マジで？海外出身だったんです。あ、そうなの。四国市場だったんだ。ちょっと喋ってみて。そうね。その国の喋りをちょっと聞かせて。 I'm fine。 元気だそうです。でもあれだよね、英語をしてたもんね。英語ですか？うん、英語結構ペラペラなんで、英語でちょっと自己紹介してもらおう。 I'm so-so。 絶対分かってないでしょ。アイムソソってどういう意味？アイムソソ？アイムソソ、なんかこう、とんでもないことをソソしてしまったみたいな。ちなみに、どういう意味なんですか？アイムソソはどういう意味ですか？普通です。良くもなく、悪くもない。ちなみに俺どこ出身だと思います？なんで思ってた？答えてほしいか。当ててほしい。当ててほしい。交互に。あ、じゃあ、そうだね。三重。違います。香川。違います。徳島。違います。奈良。違います。徳島。違います。岩手。違います。青森。違います。岩手。違います。奈良。違います。30キロ。違います。沖縄。違います。あ、じゃあもうすぐ山口。違います。岡山。違います。じゃあ九州。違う。あ、違う。うわ、でかいでかいでかい。でかすぎ。今ごっそりなくなった今。大阪か。あ、違います。兵庫。違います。高知。違います。京都。違います。北海道。違います。奈良。違います。滋賀。違います。佐賀。違います。もうない。あるだろ絶対。あ、いいえ、お前お前がやめてください。びっくりしちゃった。マジで？マジで30は出た。まあ、埼玉行ったもんね。千葉。違います。え？違います。神奈川。神奈川です。おい、神奈川。おい、私の形が違う。ドミちゃんはどこ出身？あ、当ててみて。当てなきゃ。あ、じゃあ面接締める。あ、はい。じゃあ、そう。おい、やる気あんな、おい。どうした急に。お前、お前、急にお前らどうした？めっちゃ男子やん。早く出してください。聞きたいですか？もういろいろ NG なしですか？今日は。はいはいはい。はい。好きな食べ物なんですか？あ、ピュア。さつまいもです。さつまいもってことは鹿児島ですね。違います。リアルですか？リアル。
すごく夢いっぱいの国です。国ゆかりもしかしたらこうでもいけますよ、そのゲームですよね。それでもいけます。千葉です。正解です。いや、すごい。あほ、じゃあ NG なし質問コーナー始まりです。おっ、わあ、緊張する。一発目大事。一発目大事です。先にヨッツさんが、あ、俺が、した方が、あ、俺、確かに、あ、確かに、ね、好きなタイプなんですか？異性のタイプ、うん、髪の毛が、前髪が長い人が好き。おい、うわ、おい、でも違う、前髪違うのよ、前髪長いけど。その次のタイプは何ですか？確かに、その次のタイプは大人の人が好きです。大人の人って、どういう、その次どういう人やったその次のタイプ、その次のタイプ、趣味が近い人。あ、じゃあ趣味は、おお、趣味ってなんだっけ、ちなみに。アイドル以外、アイドル以外、ゲームが好きです。あ、おお、ゲーム好きだって。おお、じゃあ次の、さらに、はい、趣味、次のさらに趣味ね。アイドル、ゲームの次、うん、そうです、料理が好きです。おお、またそうなんだ、これ。で、その次趣味、趣味、料理来て、次が、なんだっけ、前歯は大きい方が好きか、小さい方が好きか。まあ、お任せ。お任せ、お任せだって。あ、でか、前歯前歯でかない。え、すごいね、うるさいな。何でしたっけ、趣味の次でしたっけ。だからその、はい、料理、前歯、その次の次じゃん。え、なんだっけ、ゲーム、料理、犬が好きです。あ、犬が好き。おお、ダメだ。犬じゃないの。猫派。動物、動物がダメです。動物ダメだ。どうした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 。怖くて。あ、怖いのか。なんか追いかけられたりしました。違う、家の犬。あ、俺もある。じゃあ、ヨッツさんの好きなタイプ。俺の好きなタイプ、うん、異性の。俺の異性のタイプ、うん、やっぱりね、大人の女性だよね。そして髪がやっぱこう長いというよりは短い。長いとやっぱね、こうちょっと威圧感っていうか、で、こうなんかね、長い、長くて。じゃあ伝説のサイコロありますね、ここに。はい、これの名前が出た人はドミちゃんからビンタです。ここにやってもらいます。ここでこうやって、うわ、痛いやつ。じゃあ行くよ、お願いします。妖精先生。なんで。やっぱ一番下欲しそう。そう、どのくらいできます。あ、もうこんな感じ。ちょっとなんかティッシュ噛んどいていいですか。じゃあ行きます。はい、今日はありがとうございました。ああ、クリーニング。どうだった。でもなんかすごい元気になるから。みんな、もう一人ちょっと。なかなかこうする機会ってないから。確かに。やっぱちょっと優しさ出ちゃうと思うんで。これがね、本当のやつです。いきますよ。さよなら。いやー、パーフェクトボディ。結構まだ優しかったかもしれない。ただやられた。3回目くるよ。いいの、一回試してみてください。一回試して、アメリカ。
いや、おもろ。もうすごい、3回は同じ人で1日に3回ビンタしたことないでしょ、多分とみちゃん。ないですね、ちょっと2回までしかない。おー、何があったんですか。うち作っちゃったじゃん。確かに、これじゃないな。切れすぎたっすね。じゃあ俺、帰るよ。